やっとんねん。あらわしに渡り、あらわしに渡り、願ったねん。大好きやったもん。それは小学校。なんだっけ、お母さんが CD を買ってきて、小学校の時かなんか。で、何これって言って好きで、小学校の時ずっと聴いてた。で、ね、お菓子の時代が、お母さんがそういう古いから、聴いてるものがお菓子。生まれてない時さ。そう。ほんま？そう。え、めっちゃ古いよね。え、誰が？我々が生まれてない。めっちゃええ顔してる。ね、キラキラして、ほんまのこと言ってはるわ。私らは生まれてないんちゃう？そういうらは、え、昭和？昭和え、これ何年ぐらい？西暦で言うと西暦で言わない。60年代。いやいや。え？1970年。Thank you.
忙しくてやりきれない。この曲、歌おうかなと思って YouTube で調べたら、歌ってる方たちが沖縄の人たちが多かったんですよ。メロディーがそうだよね。うん、なんか、あ、そうなんや、意外とこう普通というか、その三線とかそんなんじゃなくて、普通にそのバンドでやってる人たちでもすっごい少なくて、あ、一瞬分からへんくなって、あ、向こうの曲なんやってばっかり思っててんけど、よく考えたら違う違うって、オラは死んじまっただの人やと思って、で、今日ちょっとやろうって言って、譜面が昔ね、実は妹が歌ってたから、お姉ちゃんやったっけ、誰が歌ったの、妹やな、妹が昔歌ってて、それを思い出して、歌ってみようかなと思った所存でございます。